北側を山に、南側を太平洋に囲まれ、温暖な気候で海の幸、山の幸に恵まれた高知県。そこには独自に育まれ、脈々と受け継がれてきた食文化があります。高知では宴会のことをお客と言います。冠婚葬祭をはじめ、酒を酌み交わし、客をもてなし、招く側も共に楽しむ、おおらかな県民性ならではの食文化です。そしてお客の席に並ぶ皿鉢料理の中には必ずお寿司が盛り付けられており、これらは土佐寿司と呼ばれています。高知では四季折々の食材がさまざまな寿司に形を変えて、ローカル食豊かにたくさんの郷土寿司を生み出しました。土佐寿司とは、高知県内の各地域で伝統的に作られてきた郷土寿司の総称で、その最大の特徴は寿司飯に柚子や武士缶など炭缶を使ったお寿司が多いことです。土佐寿司の中でも土佐田舎寿司と呼ばれるお寿司は、山の幸を盛り込んだ高知県民のソウルフードです。寿司のネタはみょうが、たけのこ、しいたけ、こんにゃく、琉球、板取りなど彩り鮮やかな山の幸。湯の酢の効いた寿司飯と合わせた爽やかな味わいと素朴で可愛らしい見た目が、子供からお年寄りまで幅広く多くの人に愛されています。土佐寿司は独特の食文化が育まれてきた高知を代表する郷土料理です。街路市や直販所、ホテル、飲食店などでお気軽に食べられますので、高知を訪れた際にはぜひお一つ手に取ってみてはいかがでしょうか。